はい、ワード2。ファンファーレさんいらっしゃい。一番乗りじゃなかったんだな。残念だな。モネいらっしゃい。ファンファーレが取っちゃいました、一番。ワード2。ただいま戻りました。薬をいっぱい処方されました。すごいね。セクシンゴも来たね、ついに。ふわっち。乗り乗ってるな、ふわっち。いいね、暑いね。暑いね、暑いね。はい、こんばんは、みんな。二番乗りワード2。千代いらっしゃい、ワード2。なおさんワード2。なめだるまワード2。薬が増えたよ。気管支炎っぽいね、ちょっと。調子悪いっすね。薬いっぱい処方された。参っちゃうね、病弱だと。はい、小田井さんはどつ、楽しんでってね。明日休みだから、たっぷり放送できるけど、ちょっと、肺炎気味だから。ふわっち重くなってるね。セクシンゴとランハゲと、オールスター勢ぞろいじゃん。ニコ生のね、生主が続々と来てるよ。レジェンドたちが。ちょっとうがいしないといけないらしいから、これステロイドだからうがいしてくるわ。うがいしないとダメなんだって、これやったら。ちょ、うがいしてくんね。今重い。どんな感じなの、重いって。見づらいってこと。配線がパンパンなのかな。今大丈夫。さっき外配信で人の集まりすげえ悪かったんだよね。それが原因だったのかな。チャンネルもらってたっけ。チャンネルもらってるイメージないよ、俺、赤信号が。どっかからもらってたっけ。知らないなぁ、それ。あ、毎度、ナウシカさんいらっしゃい。今日は外配信やりました。ワドリスナーが集まってきたね、続々と。いいじゃん、ふわっち暑いじゃん。どん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 大手生主来てんじゃん。ほんとね、やっぱね、みんなね、大手生主ほど嗅覚いいかんね。これ、盛り上がるぞ。いいことだよ、いいことだよ。すげえ盛り上がると思う。はい、8ワード2。いいじゃん。なんかやっぱニコ生の生主強えな。なんだかんだ言ってさ、ニコ生の生主が上位に埋まるよね。これがニコ生の下積みの力ですよ。ニコ生で結果出してきた。挨拶ワド2が正解？そうだよ。ワドお疲れ様って意味。ワド2。ワドお疲れ様。みんなもうワド2っていうね。中には頑固にふわっちやらないって言ってる人もいる。それはもうセンスない生主だね。正直言って。センスが皆無。やらなくていいんだよ、そういう人は。気づく人だけ気づいてるから。そういうもんだから。要はね、イノベーター理論って言って、ラガードって言うんだよ、そういうのは。ラガードはね、センスない人。うん。イノベーターほど先行した利益取れるからね。はい、ワード2。毎度はあれだね、なんだっけ。香川さんのところだね。毎度。そうだよ。ワードお疲れ様って意味だよ。もともと枠取りお疲れ様っていう意味で和骨なんだよ。
ニコ生のネットスラング。で、和骨和骨って最初言ってたんだけど、誰かがね、和骨って言い始めて、和道お疲れ様ですの意味なんだって。そう。そしたらなんか、勝手に広まっていったんだよね。みんな和骨和骨って言うようになって。和道お疲れ様ですって意味だよ、和骨は。うん。だから、枠取りお疲れ様ですの。だから枠っていう概念がどんどんなくなってきてるからね。ニコ生だけじゃん。延長無料だし、他のサイト。っていうかさ、iPhone のケーブル3000円もすんだな。iPhone のケーブル断線したんだよ、今日。で、配信道具だから買わないとと思って、買ってき、東急ハンズ寄ったんだけど、すげー高かったわ。3000円もすんのかよ。高えよ、iPhone ケーブル。挨拶決まってる配信者多いね。なんか、あれだよ、長くやってると勝手にね、どんどんできてくんだよ、自然に。あ、病院行ってきたんだ。うん。高いよね。マジふざけてるよ。すぐ壊れるさ。な、壊れるように設計してんだろうけど。そういうところで、まあ、金儲けるようにしてんだろうね。はい、ワード2。ロムってるね。何言ってんだよ、大好きちゃん。コメント打たなきゃ。一緒に楽しもう。うん。いいよ、ロムってて。うん。コメント出るとき、一緒に楽しもう。いいじゃん、盛り上がってきたじゃん。俺はね、ライバル増えるのをゾクゾクするタイプだから、関慎吾さん、もう、小敷の神様が来たのめっちゃ嬉しいよ。あ、夕飯の支度だ。いいね。あの、ラジオ代わりに聞いてください。うん。いいじゃん。俺、リスペクトしてるからね、関慎吾。同い年だし。うん。いいね、いいね。盛り上がってきてるね。暑いよ、ふわっち。やばくない？だって、うなちゃんマン、ティロフィナーレ、香川、サメ島、ゆいがさんとかはまだ来てないか。ゆいがさんは来ない派なのかな？これ今だから、ニコ生とかやってる人センスないよね、絶対。え、テレビ出てんの？マジで？それだいぶ昔じゃないっけ？またテレビ出たの？すごくね？マジですごいと思うわ。やるね。いやー、盛り上げてこうよ、みんなで。盛り上げてこうぜ。うん。はい、ということで告知をさせてください。現在ですね、4万5千円になってます。ふわっちで15万稼げたら、日本全国を旅配信します。応援してくれる方は、フォロー&アイテムをお願いします。Twitter や YouTube も、登録をお願いします。金梅つばやんグループも来てる。そうだよね。金梅さんの場合とか、つばやんさんの場合は、キャス A 版っていうのがでかいからね。関慎吾って何かあった時は面白いけど、普段つまんない。あのね、ヨシエさんが出るとくっそ面白くなんだよ。ヨシエさんとのコンビがね、もうヨシエさん出るだけで神回。11月の初めぐらい20分ぐらい。マジで？すごいね。それ見てないわ。見たいな。てか最近配信者テレビ出まくってるよね。うん。いいね。暑いわ、マジで。ていうかね、ふわっち、下手したらね、キャス超えることはないと思うんだけど、来年あたり、3年後とかわかんねえぞ。2年後、3年後、もう多分ね、ニコ生より勢いあると思ってる、正直。勢いね。勢い。めったに見ないクズって言われてた。だってビートたけしも評論してたよね。ビートたけしも、なんか、こいつ仕事してんじゃん、みたいな。大手の下りはいらんわ。大手の下りって何？大手の下りなんか今話したっけ？なんだろう、大手の下りって。うん。なんだろう、大手って。なんか俺言った？ごめん、今 LINE しながらでさ。
ニコ生の会員どうしようか。会員、あのね、ニコ生は会員じゃないと見れたもんじゃないね、正直。で、会員やめてごらん、一回。ニコ生マジで見なくなるから。ニコ生離れてる気持ちがわかるよ。ぶっちゃけた話、フワッチでもキャスでも FC2 でも何でもそうだけど、見る配信者5万とある。500円払わなくていい。で、フワッチとかで500円一回投げてみ。全然楽しいから。だからニコ生で金払うよりも、自発的にプレゼントして配信者に還元した方が絶対面白いと思う。病院行ってきたよ。今薬、吸引の薬やった。病院行ってきた。ニコ生はね、本当にね、会員になると追い出し、大手の配信見れなくなるから、本当まともに配信見れないんだよ。俺やめて気づいたもん。ニコ生見れないよ。コトカの放送昨日見たら、もう本当5秒ぐらいで追い出されたもん。もう仕組みが古すぎる、本当に。ニコ生やってない。YouTube で見た。あ、そうそう。あと、神回は YouTube に出るからね。そうなんだよ。動画化されるから、そう。ニコ生でリアルタイムで追っかけたい人だけ、ニコ生残ってるっていう感じなんだよ。だから、古いニコ生の悪い風習だけ今ニコ生残ってんだよ。正直言うよ。ニコ生ね、ほんと、美味しくないよ。今のニコ生。うん、ニコ生一回離れるとわかる。意固地になってるだけだよ。お疲れ、贅沢美藤さん。会員じゃないとすぐ追い出される。あとタイムシフト見てない。そう、俺もびっくりした。もうだから仕組みが古すぎる。投げ銭システムはね、チャンネルっていうのを実装してるんだけど、チャンネルは株式会社持ってないとまず登録できないの。で、なんか、運営に嫌われてるっていうか、運営がね、なんか年に1回10人ぐらい選ぶんだけど、それしかないね。だから、実質的に、その雑談配信を捨ててるんだよ。雑談配信見れない。チャンネル持てない。うん。だから投げ銭は解放されてないんだよね。YouTube ですら。そうだよね。神回だけ追っかけてればいいやって感じだもんね。普段いつく放送にニコ生の配信者いるんだったら、登録すべきだけど。月500円。ぶっちゃけた話も、ニコ生は、配信捨ててるからね。うん。投げ銭あるところは FC2 とアフリカ TV と、あとフワッチか。うん。ふわっち伸びると思うよ。キャスに似せて作ってるから、サイトの構成を。スマホに強いからね。ニコ生配信者も最近ふわっち増えてきた。っていうかさ、もうキャスもそうだけど、ニコ生の大手ばっかりじゃん。金梅さんでしょ？まあ、春日もそうでしょ？あと誰いる？ティロフィナーレ香川でしょ？あと誰いる？桃襟でしょ？ゆいがさんでしょ？あと誰？キャスで、元ニコ生大手のキャス勢。ランハゲ。あと誰いる？うなちゃんまん、石川のりゆき。あと誰いる？もうほとんどそうじゃない？キャスで有名になったって言っても、今度逆にニコ生で有名になったら配信会全土に広がるけど、キャスで有名になってもキャスだけじゃん。あとこれこれね。うん。これこれもそうだ。だからね、ニコ生で下積み積んでると強いんだよ。はっきり言って雑談力が圧倒的に違うんだよね。そう思わない？ニコ生出身者って、配信の雑談力、ズバ抜けてるよね。なんか、配信者が、リスナーに揉まれてるから、配信のノウハウね、結構覚えてる人多いんだよ。あ、金唾ね。横山緑、よっさん、野田通り。野田通りもキャス一回移行しようとね、何回かやったけどね、うまくハマらなかったね。てかね、緑さんは多分他の配信サイトハマらないと思う。よっさんはアフリカ TV 行ってるね。まあ最近帰ってきたけど、チャンネル撮って。だからね、やっぱね、金稼げるサイトに流れるんだって。もうこれ常識なんだよ。常識。だって配信で食ってきたいに決まってるじゃん。で、ぶっちゃけた話さ、この辺の大手の生主ってさ、サイトにとっては集客力あるから魅力的なわけじゃん。だからこういう人たち囲い込んだ方がいいんだよ。ふわっちのやり方俺正しいと思うよ。で、みんなはさ、一番好きな配信サイトから順番に書いて、ツイキャスとニコ生とフワッチでやろうか。順番に書いて好きなサイト。ぶっちゃけた話。
ふわっちの人はふわっち一番、ふわっちニコ生キャスとか、キャスニコ生ふわっちとか順番書いて全員。自分が好きな順番、この三つで。俺は、ふわっちニコ生キャスなの。俺はいいなと思うサイト。ふわっちニコ生キャス。みどりさんのオープンは意外と面白いと思うけどな。多分ね、それはね、外配信やってるからだと思うよ。キャス、フワッチ、ニコ生は見たことない。遅い人増えてるよね。ミシェルさんありがとう、教えてくれて。フワッチ、ニコ生、ツイキャス。あ、クロさんは俺と一緒だね。ニコ生、ニコ生、キャス。え、なに、フワッチ嫌いなの？キャス、フワッチ、ニコ生、キャス派なんだ。ハッチ意外だった。ニコ生もっと上位だと思った。ナメダルマは、キャス、フワッチ、ニコ生。ほうほうほう。キャス派の人多いね。キャスフワッチニコ、やっぱキャス強いんだね。キャスはやっぱ強いんだよ。じゃあみんなに今度質問するけど、フワッチキャスニコ、ニコ生キャスフワッチ。うん。オプはゲーム配信、だってほら、みどりさんの場合外配信やってるじゃん。キャスキャスキャス。うん。投げ銭システム嫌いなんだ。なんで？うん。じゃあ逆に聞くけど、今追っかけてる人が全員フワッチでやったらフワッチって言うでしょ。みんな。だから、ここなんだよ。リスナーさんって誰がやってるかなんだよ。どこでやってるかじゃないの。要は自分が追っかけてる配信者がどこにいるかで決まるんだよ、これ。だから、俺の予想なんだけど、多分、キャスのシステムがいいっていう配信者の目線じゃなくて、キャスに自分のお気に入りの配信者がいっぱいいるっていうのが俺の予想。この人たちがフワッチに行ったらフワッチが好きになるし、この人たちがニコ生に行ったらニコ生好きになるっていうのが俺の考え方。フワッチ重いか。それはあるね。そう、タレント力なんだよね。違う？ハイキングさん、どんな感じなの？単純にシステムが好きってこと？俺はシステム的に言ったら、フワッチ完璧だと思ってるね。本当にいいサイト。フワッチめっちゃいいサイトだと思ってるわ。風船チョコありがとうございます。ハートありがとうございます。ちなみにですね、僕の放送はですね、どんな状況でも、外配信やってても何やっても、どんな状況でも、花火が上がったらスクワットしますんで、僕にスクワットさせたい人は、花火一発につき5回スクワットしますんで、よろしくお願いします。PC でも登録できたらもっといいね。PC、あ、そうなんだよね。ふわっちそこがあるんだ。ありがとうございます。ふわっちのね、ダメなところは、ダメっていうか、スマホで登録をしないといけないんだよ。そう、俺もね、そこはね、最初の1個のハードルだと思ったけど、でもね、スマホで登録させておくことによって、結構ね、配信者としては、いいなと思ってますね。ハチさん、花火ありがとう。こんばんは、ビールコートさん、楽しんでってください。コメントありがとう。だから最初、ふわっち見るだけでコメントできなかった。あ、そうだったんだ。でも、1回登録するとハマるよね。一回登録するとハマる。それはあると思うよ。はい、こんばんは、大夏さん。楽しんでて。苦闘店、こんばんは。苦闘店最近来なかったじゃん。ここ2、3日。投げ銭するくらいなら直接して、あー、そういう男気タイプね。わかるわかる。要は、わかるわかる。要はクラシックな男気タイプの人だ。それはそれでいいんじゃないの？うん。それはそれでいいと思う。だけど、俺ね、実は俺もそうだったの。これ、今だから話すけど、ぶっちゃけた話、ふわっちなんで来なかったかっていうと、半分取られるって聞いた時に、運営が根こそぎ持ってきてるじゃんって思ってたの。これ違うっていうことに気づいた話していいですか？俺はなんでふわっちやりたくないって言ったら、半分も取りやがってって思ったの。でも実はやってみたら全然このサイトいいってなったの。むしろ、俺に直接振り込んだ方が俺は倍取れるわけじゃん。だけど、このサイトの方が絶対いいの。この仕組みの方がいいの。いろんな利点があるの。その話するね。まず、ツイッターとか見てるとみんな気づくと思うけど、ツイッターとかに広告を打ってるんだよ。要は、俺らっていうのはどんなに稼いだとしてもツイッターにふわっちの運営サイトの広告とか打たないじゃん。要は、運営が他のサイトとか他のネット世界からユーザーを引っ張ってこりょうっていう動きをしてんの。で、俺は確かにまだ10万も稼げてないけど、5万円ぐらいしか稼げてないけど、俺の5万をちゃんと広告費に使ってくれてんのよ。ね。で、他のうなちゃんマンとかの100万とかの単位のも広告費に使ってくれてる。これは俺みたいな仮想配信者からすると、他からユーザーが引っ張って来てくれるからチャンスなのよ。っていうように、運営がちゃんともっと外部に力を入れてる。要は広告費に力を入れてる。っていうのが1点目。あともう一つは、リスワングランプリとか、トランプタワーとかの企画みたいに、配信自体、
要は仮想配信者って雑談もできなければ企画も作れないのよ。だけど運営がちゃんと企画を作ってあげて、そうなんつうの、雑談がうまい人が来る、だから金払うだけじゃなくて、そう、仮想配信者も1位取れるような企画をちゃんと毎月考えてる。これすごいよ。しかもお金をプレゼントしてる。すっごいうまく仕組みが設計されてるの。リスワンもそうだよね。月1回配信者は取れるけれども、大手配信者が独占しないように。俺だから俺みたいな配信者にとっては嬉しいのよ。新規の人がいっぱい来てくれるから。つまりなんつうの、俺は確かに半分しか、みんながアイテムくれたらさ、半分しか手取りはもらえないかもしれないけど、運営が信頼できるの。この運営とかからメールが来るんだけど、すっごい丁寧なんだよ。そういう感じだから、あ、ここのサイト信頼できるわっていう、半分渡しても文句ないわっていう、そういう感覚。そう、営業しなくて済むっていうこと。和道さんは配信者になる前誰一番見てた？僕はですね、実はですね、はい、リスナーから配信者になるのが普通だと思うんだけど、配信者からリスナーになったの。だから生まれて初めて生放送っていうサイトをやったの、見たのはないの。始めたのが配信者からスタートしたの。だから最初めっちゃ苦労した。要は配信の世界のノウハウを何にも知らないで配信始めたの。うん。だからね、最初の頃苦労したよ。うん。そう。半分取って当然って納得できんのよ。ただニコ生逆。もう全部総取りされるし、逆に配信するのに金払えって言われて、しかも3ヶ月分払ったのに途中でバンとかにするのよ。もう金泥棒じゃん、それ。ふざけんなよって思う。だから俺ニコ生の運営が嫌いの。ニコ生の文化とかシステムは好きなんだけど、ニコ生の運営の体質が嫌いの。要は、どんどん課金しろ、どんどん課金しろ。俺らに見つけ。要は、殿様営業ってやつ。俺は大嫌い。ニコ生の運営が嫌い。うん。キャスはバンの基準が謎。厳しいよね。やっぱ、無料でやってる分。そう。俺実はね、いきなり配信したタイプだったんですよ。だからね、最初の頃ね、暗黒がとか、緑さんがとか、なんだかんだとか、うなちゃんがとか、全然わかんなかった。うん。ただね、うなちゃんマンの情熱大陸だけは見たことあったの。うなちゃんマンは YouTube で見たことあったの。で、それがきっかけで、ああ、やってみようかなと思ったんだよね、配信を。それだけ。だから、配信にハマってないの。だからね、あんまりね、リスナーさん目線とね、食い違うところがあるんだよね。あ、サイバーエージェントすごいよ。俺、なんだっけ、アベマだっけ、アベマ TV 登録審査出したんだけど、運営の対応超しっかりしてるし、マニュアルこんなんだよ、書類化すると。で、ディズニーの著作物はダメとか、ジブリはダメ、ニンテンドーはダメ、ここは緩いとか全部教えてくれる。ゲーム配信者で、ライセンスの緩いところ提携してくれてるところ。で、キャプチャーの仕方、顔はここをくり抜いて、これくらいのサイズでここに貼ってくださいとか、それが伸びますとか、全部コンサルティングしてる。もうマニュアルの中で。あそこはやばい。サイバーエージェントはコンサルでやってたから、すっげえケアがしっかりしてる。その代わりね、もうね、伸びない配信者は即切るっていう方針。あそこは伸びると思うよ。アベマはね、確かね、朝日テレビが、テレビ朝日か、と提携してるんだよね。テレビも力入れてるから、あと LINE TV もすごいね。あの二つはもう爆発的に伸びると思う。あの二つでチャンネル持ってるだけでブランドだよ、今。だからそれを考えると、石川紀之がいかにすごいかわかる。信用性が高いか。あ、そうなんだ。ラグすごいんだ。映像めちゃめちゃ綺麗だけどね。でもね、実は YouTube ライブもね、ラグ4秒ぐらいに改善されてるから、どんどんやっぱ生放送の時代になってきてんだよ。うん。実は日本が生放送でブレイクしたの、日本が一番最初なんだよ。で、今だんだん世界にゲーム配信が広がってってるから、マーケットでかくなってんだよ。生放送で食える時代が俺は来ると思ってる。マジで。ミズニアンがもう本当に好き。俺ね、ミズニアン、ミズニアンの顔あるでしょ？初恋の人そっくりなの。俺が初めて付き合った彼女とミズニアンの顔そのまんまなの。だから、ミズニアン見るとなんか切なくなるんだよね、俺。ミズニアンの女バージョンの子と付き合ってたの。まんま顔が一緒なの。だからね、なんかミズニアンを見るとね、なんかね、切なくなるんだよね。こなゆきね、心まで白くだよ。一人で。確かにテレビ見てるより配信見てた方が楽しいもん。そうだよね。でもみんなそうだと思うよ。今の若い子は。それを証明したのがキャスだよね。今の若い子テレビ見ないもん。
そうそうそう。結構ね、美系の女顔なんだよね。うん。そう、だから見ずには見れないんだよ、ちょっと。見ずには見れないんだよね。ニコ生の時ね、ちょっと見て、うわぁ、元カノそっくりだなと思って。もちろんあれだよ。もっと柔らかい顔だし、女っぽい顔なんだけど、わかるでしょ？顔の系統が、この人女になったらこうなるだろうなっていう顔が。そう、目がパッチリしてて、そう、小野伸二みたいな顔ね。あの、サッカーの小野伸二って知ってる？見ずには小野伸二の顔だよね。ちょっと、見ずには多分世代違うからわかんないかもしんないけど。うん。水にはしか見てないんだ。好きなんだね。いいんじゃいいんじゃ。好きな配信者追っかけるのが一番いいんだよ。それで正解。配信はね、やっぱね、ハマってる人とか、どうせね、長く見るのはね、ほんの一握りだから。で、ハマってる時に、ずーっとハマるまで楽しむのが正解だよ。だいたい3ヶ月ぐらいで飽きてくるから、正直。毎日見てると。そうだよね、みんなも。なんだかんだ、いつくところって、一個にとどまるよね。で、ふわふわするんだよね、いろんなところ。ミズニャン嫌いじゃないけど、追っかけるほど好きじゃないな。どうだろうな、俺、追っかけるほど好きっていうのがないかんな。追っかけるっつうか、配信自体をそんなヘビーで見ないっていうか、だからもう配信者を見るっていう行為が、もう研究のために見るっていう感じなんだよ。要は、トークとか話題とかを盗みに行くわけよ。昔から。だから純粋にリスナーとして楽しめたことってほとんどないね。稲子ぐらいかな。もう腹抱えて笑うのとか。うん。稲子かな。リスナーとしてもう、何の勉強にもならないわけよ。もう。はっきり言って何の勉強にもならないの、稲子は。ああ、そうだ、そうだ。僕は、そうするんですが。あ、くっつい。ああ、今から書けるか、クーグルゼロがこう、とか言って、もう全然わかんないじゃん。でも、ブワーコメント流れてんじゃん。クソずるいわ、こいつとか思って。あたし、佐野さん。うなちゃんはやっぱ勉強になるよね。うなちゃんマンは俺も理想のスタイル。まあ、石川のりゆきカリスマじゃん、尾藤さん。私、緑さんと和道さん主に。意外とだからね、暗黒リスナーの一部の人に受けるんだよね。結構女性が多い。緑さん、暗黒婦人部が和道を見るっていう人たまにいる。うん。ひねくれる癖が可愛い。まあ、そういうキャラだからね。そういうキャラだよ。ミズニャンは。お、新しいフォロワーさんが増えました。ご紹介します。人間の卵さん、フォローありがとうございます。南と西の龍さん、ありがとうございます。リカノリさん、ありがとうございます。キュアさん、ありがとうございます。よろしく。でもさ、ニコ生でうだつが上がんなくても、ふわっちとかキャスとかでブレイクする生の人がいるじゃん。俺はそこに乗っかりたいよね。ニコ生では中堅で終わっちゃったから。小島グランプリ面白いね。2だね。小島グランプリ好きなのは2だよ。小島は、ほんと、なんで過疎なのってみんな言ってたから。小島グランプリが過疎な理由がわかんない。あえて言うのは雑談力が皆無っていうところだけど、体張り方はニコ生はナンバーワンだからね。小島は。キャラがドハマり、わかるわかる。あ、サイさんこんばんは。楽しんでってください。小島はね、ツッコミ役がいたらトーク入るよ。あれ、相方探すべき。要はね、ボケが最先端すぎてリスナーがついてこないんだよ。もうさ、だってさ、小島グランプリがアクティブ10の時に配信やってた内容知ってる？ニコ生でアクティブ10とか7とかの時に、肛門にビー玉を詰め込んで、ビニール袋に、散乱するっていう配信とか、あと、小麦粉を肛門の中に入れて、粉塵爆破とかやってたんだよ。超最先端なのよ。で、毎回バンになるみたいな。それをアクティブ7とかで便器を舐めたりとか、便器に顔突っ込んで、うんこついてる便器とか舐めてたりしてたの。やばくない？だから、もう、引いてたのよ。ぶっちゃけた話。もうリスナーがやりすぎみたいな。こいつアクティブ3で何やってんのみたいな、ドン引きしてたんだけど、超コアなヘビーリスナーがいたの。だからもう体腫れるのは突き抜けてんだよ。そこで、おい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 みたいなツッコミタイプがいたら、おい、ちょ、待って、やるのかよみたいな、うまいツッコミ役がいたら超ハマるんだよ。あれは昔からもったいないと思ってる。ボケがね、強すぎるんだよ。ボケが最先端すぎるんだよ。リスナーがついてってないんだよ。だから、最近再評価されたのかなと思ってて。俺、小島グランプリ大手っていうか中堅になってもおかしくないと思ってた。引くでしょ、みんな。
いや、もう汚いの、全然平気なの。サイさんフォローありがとう。引くでしょ。もうすごいよ。頭のネジぶっ飛んでるからね、小島グランプリ。最近だから丸くなったと思うもん。うん。面白えよなぁ。小島グランプリはマジでコラボしたい生主だわ。小島グランプリは。うん。他にみんな誰見る？じゃあ今度の質問は、お、何買ってきたの？お、ポカリありがとう。何それ？加湿器買ってきたの？おー、いいね、ありがとう。加湿器買ってきたの？俺が喉痛いから？ありがとう。みんなはさ、一番の配信者誰？一番の配信者教えて。ぶっちゃけた話で俺こいつが一番だ。言いにくい人ほど言ってほしい。俺は誰が一番好きだってある？田中邦衛？田中邦衛配信者じゃねえだろ。咳大丈夫大丈夫。薬もらった。あのね、インフルエンザではないって言われた。リンパの腫れとか見た感じ。女でも男でもいいよ。ぶっちゃけた話。ワド、ああ、嬉しいな。ありがとう。ナウシカ。出世するタイプだわ。ここでワドって言ったやつは多分ね、サラリーマンとして確実に出世するタイプだね。空気読んでくれてありがとう。ポアさんね、女性でも男性でもいい。長井先生来た。来た。もうレジェンドだよ。レジェンドの中のレジェンドだから。よかったよかった。今ね、もう命削って配信やってるから。ゆいがさん面白いね。今一番ホットだと思う。俺もキャスでゆいがさん始まるとテンション上がる。絶対見るもん。お、だからよ。だから、うながな、言ったんだよ、それは。だから、震災の時によ、そうやってピーピーとか言うのは、それはお前配信者とか盛り上げるに決まって、お、ワドいらっしゃい。だから、なんで俺詰めんだよ。俺を詰めな。俺がネタやった。俺がやったわけじゃねえだろうがよ。とか言って。すっげえ面白いんだよ。もうリスナーとの掛け合いが、なんつうの？普通さ、普通、トークってさ、ラジオってさ、こう来てこう来てっていうさ、声のやりとりみたいなのがあるけど、なんつうんだろう。声のね、その、テンポがいいっつうか。だからおめえ、俺が、なんで俺を詰めたところでおめえ、小児だろうがよ、みたいな。なんかね、テンポがいいんだよ、ゆいがさん。わかる。で、やっぱね、うまい。雑談マジで聞ける。うん。やっぱ、うなちゃんマンがちょっかい出してただけあるよね。和道には希望がある。黒、和道さん、ラジオ感覚で寝る前に聞ける声がいい。俺ね、よく言われる。あの、和道の声は実はね、寝やすいって言われて。俺、声コンプレックスなんだよ。実は。すっげえね、ガキの頃から声だけはコンプレックスで。あの、人よりもさ、キーが高いんだよ。声が高すぎるの。で、俺はどちらかっていうと、低い声の渋い俳優さんみたいなのが好きだから、なんかね、自分の声聞くと萎えるんだよね、ガキの頃から。実はコンプレックスなの、声。タコスさん、初見さんいらっしゃい。コメントありがとう。楽しんでってください。面白かったらフォローしてね。そうなんだよな、難しいんだよな。配信はね、実はね、声質とキャラだから。トークの内容とかトークスキルじゃないんだよ。みんなそれ言う人間違ってる。実は圧倒的なキャラクターと圧倒的な声質なんだよ。だから伸びる配信者って声がいいんだよ。特徴のある声なの。だからさっき稲子をやったでしょ。あ、皆さん、ありがとうございますみたいなのと、だからよ、おう、な、みたいな、ゆいがさんの声でしょ？で、まあ、うなちゃんマンだよな。おい！あ、誰が里芋、おい！里芋入れねえよ、バカがよ！グーグルとかよ、おい！みたいな、もう声が抜群にいいんだよ。だから、もしこれを聞いてる中で、仮想配信者がいるんだったら、まずマイクと捨て引きだよ。マイクと捨て引きは本当にこだわった方がいい。で、タイムシフト見て、自分の声が割れてないかとか、逆に割れてる配信をしてるかとか、声の割れゲーとかもあるのね。だけど基本的には心地いいトーンで、リスナーさんが聞きやすい声が届いてるかっていうのをやるだけで、全然変わる。全然変わる配信は。後ろの人は彼女ですよ。あとはチョコレート。あー、はいはいはい。チョコレートさん全然見てないからな。コプセルさんいらっしゃい。キングスライム3本の足の UFO キャッチャーで撮ったんですか？そうそうそう、それ。200円取るだよ。俺 UFO キャッチャー得意だから。チヨさん、ありがとうね、解説。うなちゃん、イカリア長介。俺はね、うなはね、キャラで言ったら、風天の虎だと思うんだよね。現代の風天の虎なんだよ。要はね、あの、かっこいいし、かっこ悪いし、愛嬌があるし、嫌いだし、愛しちゃうっていう。なんか、ほっとけないタイプの、なんかどっかかっこよさがある、ヒッピーだよね。
風天だ。セキシンゴ嬉しいんだよ。俺セキシンゴ大好きだから、ふわっち来てくれてマジ嬉しい。普通さ、配信者って俺がの人多いから、ライバルが増えると嫌だっていう人いるけど、俺は今逆の発想なの。セキシンゴが、ね、大手配信者が来れば来るほど、セキシンゴリスナーがドカッと来るわけじゃん。俺にとってはもう、あ、ワドもやってる。見てみようかな。あ、ワド面白いじゃん。登録しよう。みたいなチャンスが広がるのが嬉しい。若手にチャンスが来るから、お前、俺も若手じゃねえけどさ、嬉しいよ、そういうのは。だから、もっと大手配信者ガンガン来て盛り上がってほしいんだよね。で、もう自分を売っていきたい時期だから、今。千代さん、フォロワー46です。あ、そうなんだ。千代さんも配信者なんだ。確かに。そう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 。だから今、力ある人が来るっていうのがすげえチャンスなんだよね。俺にとって。すげえ嬉しい。俺はふわっちも腰据えてドンとやってこうと思うから、ふわっちの和道って言われるまでやりたいのね。だから、なんか力持ってる人が来るっていうのは単純にね、喜びだね、俺にとって。マジウェルカム。いいじゃん。だってぶっちゃけたさ、ふわっち見終わった後、ふわっち誰かやってるかなって見るでしょ。俺の配信終わったらザッピングするじゃん。でも、キャスをザッピングするわけじゃないじゃん。ニコ生ザッピングするわけじゃないじゃん。ふわっちが終わったらふわっちをザッピングするんだよ。その時に、面白い配信者がいたらループできるじゃん。つまり、ふわっちリスナーが強くなってくんだよ。ふわっちに居つく配信者が。で、結局、キャスが面白い人多かったらキャスに取られてくし、ニコ生始まっちゃったらニコ生に取られてくから。だから、俺はさ、どちらかっていうと、その隙間を縫ってるわけじゃん。あ、誰か終わった。誰かいるかな。お、ワドいるじゃん。ワドを見よう。ってやって、こうやって集まってきてくれた370人なわけじゃん。だから、俺は、どんどんそういう輪が広がればいいなと思ってるね。ふわっちやる人が増えてほしい。サイトが盛り上がるのは、俺はめっちゃいいことだと思ってる。うなちゃんが怒りや長介っていうのがちょっとわかんないな。怒りや長介俺好きだかんな。かっこいいんだよね、ベース弾くのが。ラガービールのさ、CM でね、ベース弾いてたイカリア長介がめっちゃかっこよかったし、俳優イカリア長介もよかったよね。思いっきりさ、アメリカの黒人の俳優の演技パクってて、すごいよかった。なんだっけな、アメリカの黒人のさ、すっげー有名な俳優さん誰だっけ、あれにも出てる人。なんだっけな、ショーシャンクの空にとかに出てる、レッドの役やってた人、なんだっけ、いるじゃん。黒人の超名俳優。渋いっていうかなんか優しそうな、儚そうな演技する。誰だったっけな？私のスタイルは、和の、粘着しながらキャス徘徊。いいんじゃない？配信の楽しみ方人それぞれだから。ゆいがもうなちゃんも丸くなったよね。みんな丸くなったよ。金梅さんが丸くなりすぎ。ちょっと。金梅さんは尖ってた方が面白かった。顔わかるでしょ？なんだっけ？モーガン・フリーマン、サンキュー。ワン太郎さん、ナイス。モーガン・フリーマンの演技をパクってたんだよ。俺映画好きだからそれ分かってたんだけど、意外とハマっててよかったね。日本の俳優ってさ、アメリカの俳優とかパクるじゃん。そう、演技を。で、イカリア・ショウスケはモーガン・フリーマンの演技結構パクってたんだよ。いい味出てたね。ナイスチョイスだと思う。多分支持した人がいるんだろうけど、モーガン・フリーマンの演技勉強してくださいみたいなさ。声質がイカリア・ショウスケ。あ、それは分かるかもしれない。ブルさんいらっしゃい。どうもどうも。今日も稼ぎましたよ、ふわっち。マジでいける、俺マジで15万稼ぐから。マジでみんな日本中連れてくからね。本当に。俺いけるわ。今、病院行きました。さっき、薬もらいました。風邪ではなくて、10秒以内にやんない。あ、聞こえる？風邪ではなくて、咳？肺炎みたいですね。肺炎みたいです。音聞こえる？大丈夫？音聞こえる？ていうかさ、俺さ、喋りながらやってるから回数数え間違えて多分6回やってるんだよね。ありがとうございます、ブルさん。6回やってるんだよね。健康になってからで、ね、いや、やりますよ、僕は。風邪ひいてようが何しようが、リスナーとの約束は守んないとね。すまんすまん、音でかかったよね、今。ただやっぱ肺炎っぽいね。彼女優しいよ。今なんか加湿器買ってポカリスエット買ってきて。今年マイコプラズマ肺炎大流行。だから心配だから病院行ったの。昔だったらほっとけ治るとか唾つけとけ治るって考え方なんだけど、病院大嫌いだから。今働いてるしさ、配信今力入れたい時だから、
風邪ひけないんだよね。もう俺マジで来年旅出ようと思ってるから。マジだから。これ本気だから俺。マジで夢叶えようと思ってる。加湿器お高いんやない?わかんない。うん。彼女超優しいんだよ。俺はマジでみんなと、なんかこう、旅をして、笑って泣いて苦しんで喜んで、日本回った時の達成感多分やばいと思うよ。電波少年でしょ。はるか、彼方を、なんだっけ?目指した旅人よ、だっけ?あの歌超好きなんだよね。うん。いいよね。わかる?電波少年の。なんていう歌だっけ?抗生物質飲めば治るの早いと思うよ。抗生物質なんかな?もらった薬。多分抗生物質だと思いますね。薬が新しいの増えたんで。あの、シュッてやるのがステロイドと抗生物質と、あとトローチで、除菌っていうの殺菌かな、あと、飲み薬が1個増えて、飲み薬がね、キプロス。キプロスだって。多分これ抗生物質だと思う。キプロス。うん。500円貯金始めた。覚悟しいや。はい。頑張ります。いや、俺ね、マジでね、あの、本当に紆余曲折あったし、本当に配信で取り返しのつかないこともあったし、本当に苦しい時あったんだ。あのさ、こんな言い方するのはちょっと天狗なのわかるけど、俺プライド高いから今だけは許してね。今だけ許してね。俺和道だよ。俺なんだかんで言ってニコ生で5000人コンビ3回作ってる俺和道なんだよ。ね?米爆破したら3日間米ゼロだったんだよ。俺和道だよ。っていうのはあった。マジで俺死のうかなって思ったもん。米爆破して名前変えて、ね、配信でゼロから作ってる自信あったの。ダメだね。3日間米ゼロ。もうこれはダメだと思った。もうね、配信引退しようとかじゃないよ。死のうと思ったもんね。本当に。生きてる価値ねえわと思った。でも、なんだかんだ言ってこうやってさ、頑張ってれば報われるから、俺はもうこの波に乗っかって、マジで夢叶えたいんだよね。うん。いや、マジで紆余曲折いろいろあったよ。いいとこまで行ったらバン。いいとこまで行ったらバン。いいとこまで行ったらバン。タッパー?カップ?カップ?ああ、ありがとう。あったかいやつ。うん、ありがとう。だってさ、1回目が1600人コミュ。力屋さんとバーやった時に力屋さんに怒られて自爆。これが初めての自爆爆破。で、3500人コミュ。これも爆、ニコ生の運営版。5000人コミュ爆破。5500人コミュ爆破。メモレイからもらった5000人コミュ、1ヶ月で1500人減った。3500人コミュになったけど、5500人コミュに戻した。爆破。新たに始めて、半年ぶりに始めたニコ生、900人コミュ。のんたん、彼女が減らって爆破。もうね、ニコ生向いてねえわ。もうね、どんだけ頑張ってもニコ生はね、もうね、なんかニコ生の神様、俺のこと嫌ってるわと思ったもんね、本当に。そう。だから、ふわっちに来てさ、こうやってさ、すげえ人数が見てくれるわけじゃん。マジ楽しいよ、今。今、俺はね、多分ね、乗ってるよ。最高潮に乗ってるよ。この流れに乗って、俺はもう、バーンって行くから、突き抜けるから。みんなと一緒に世界回りたい。キプロスいいんすか ?10mg。何ミリかな?やっぱ、初めてだから薄めに。やってんじゃないかな。なんかトローチいっぱいくれた。うん。1日4個までだけど、適当にって言われた。うん。そんなに強くするじゃないから。キプロス。あ、10ミリか?ちょっと待って、キプロスこれ何ミリだろう。あ、10ミリグラムだね。キプロス10ミリだって。鼻炎にも効くって。うん。これとりあえず全部消化してくださいって言われたね。そうすればまあ大丈夫だと思いますって。和道がやる気はたまにぐわって上がるが長続きしないのが欠点。そういうコメントでおるからでしょ?そういうコメント打たなくていいんだって。俺は褒めて伸ばすタイプなのよ。なんで今乗っかってるのにテンション下げようとするんだよ。だからネガティブなのダメだって。結局引っ張られるんだよ。
要はね、配信者を殺すもね、配信者を生かすもリスナーさんなんだから、なんで俺がこうやって頑張ろうって言って想像体になってる時に、でもなぁ、ワードのダメなところはな、お前すぐ減らるし、お前継続力ないじゃんってみんなに言われてみろよ。どんなにやる気あってもへこむだろ。よーし、今日仕事頑張るぞ、おはようございます、今日頑張りますよっつったら、でもお前ダメじゃん、お前結果出したことあんの、え、そうですよね、和道くんって仕事でやる気になっても3日ぐらいしたらなんか飽きてますもんね、あ、そうそう、そういうとこある、和道くんってなんか最初だけだもんね、おい、やる気なくなるだろ会社に、そんなこと言われたらなぜ間を刺すんだお前は。じわるでいい、なんだよじわるって、聞くだろそれ。そんなさ、何回も言われたら聞くわ、俺だって人間だぞ、うん、ありがとう、なんだ、前向きに、倒れる時も前のめり、後ろめりはないから、いい言葉っすね。いい言葉っすね。ブルさん好きだわ、俺。そうっすね。本当に。そう、上も下も向きたくないっすね。誰々が羨ましいとか、誰々はすげえとか、上向くのも嫌だし。ね、俺はすげえぞ、こいつは下だよとか、過疎がとか、そういう下向くのも嫌いなんですよ。前向きたいっすね。自分の目的ためだけに歩きたいっすね。コプセルさん、大丈夫よ。自分を信じることが文字通り自信になる。いいこと言いますね。年より多いな、ここ。本当は、今日、病院行くまでの外配信、テスト配信やったらやめようと思ったの。今日は体休めようと思ったのよ。本当に。明日の配信も大事だから、今日は休養取ろうと思ったんだけど、帰りの電車の中で、関慎吾がランキング1、ずーっとやっぱ暇な時、ふわっちの動向見てんのよ、俺。配信終わるじゃん。ふわっち見るじゃん。常にチェックしてんだよ。その時に関慎吾が来たってなった時に、負けらんねえと思って。今は勝てないけど、関慎吾がやってる今のタイミングで配信やらなかったら、俺配信者じゃねえと思って開いた枠。なんでかっていうと、関慎吾クラスの人気配信者が来て、どれだけ俺のところでコメント打ってくれるリスナーがいるのかっていうのは、俺にとってはすごく大事なのよ。わかる？関慎吾見たいわけじゃん。普通関慎吾見るわけじゃん。その中でも和道を見てくれて、和道でコメント打ってくれてるリスナーがどれだけいるのか俺は知りたかったんだよ。うん。マジで。で、俺はやってよかった。やっぱふわっちのリスナーいいわって。やっぱここはいい。うん、俺はここのリスナーとやってく、うん、ワードを落としたいわけじゃないよ、素直な感想さ、まあね、まあまあいろいろあるだろうけどよろしく頼みますよ、本当に、とりあえず旅に出ようとりあえず旅に出よう、うん、あとはどうにかなるよ、俺ね、沖縄の言葉でね、一番好きな言葉がね、なんくるないさーなの、沖縄の人っていつもこういうの、俺ほら半分沖縄じゃん、あ、半分沖縄の血流れてんだけど、あの、なんくるないさーって言葉が一番好きなのね。でも、なんでこれが好きかっていうと、沖縄っていう土地だからなんだよ。なんで東京の人はなんくるないさーって、なんくるないさーってなんてことないよとか、大丈夫大丈夫みたいな。要は、そういう意味合いで使うんだけど、なんてことないよみたいな意味で、なんくるないさーって言うんだけど、なんで好きかっていうと、なんでもある土地柄だからなんだよ。戦争の悲劇をずーっと繰り返してきた沖縄って。領土的にもういろんなところから攻められてきたから悲劇の国なのね。そう、どんまいみたいな意味だね。だから、悲劇を味わいすぎた国民だからあんなにのんびりしてるし、ライフスタイルが素敵なの。うん。生きることの大事さ分かってんの。だからのほほんとしてんのよ。平常心を楽しむことを忘れてない。だからなんかある人に言うわけじゃん。彼らは。なんくるないさーって。そこがいい国民性だなと思って。イベリ、バチョーベーって言葉なかった。ああ、ごめん、俺は沖縄、そのばあちゃんと母ちゃんは沖縄で過ごしてたんだけど、俺はもう、血は入ってるけれども、東京の人だから、沖縄実は3回しか行ったことない。旅行で。じいちゃんと飯食うとかさ、親戚の葬式とか、旅行とか。だから、本当に、沖縄の言葉はそんなにわかんない。で、なんでかっていうと、ばあちゃんとは一緒に住んでたんだけど、ばあちゃん与那国言葉なんだよ。沖縄の中でも、さらに遠い、一番日本で遠い島なんだけど、与那国っていうのは。だから、沖縄の本土の人でも、与那国言葉わかんないぐらい、方言がきついの。西表と小浜と石垣なら行ったことある。いいとこだな、俺も行きてえな。沖縄っていいよね。和道さんの放送、三輪明宏も見てるよ。俺の放送、三輪明宏見てんの。マジで。
本当にワイドの放送はとっても面白いわねって言ってんの。私もワイドのところでコメント少し打っとくかしら。いいわね、ワイドは。本当にいいわ。今日のワイドは乗っかってるわ。って。見てねえだろ。絶対見てるでしょ。サムネイルをピカチュウにしようかしら。私も若かったらちょっとワードと三島の匂いがするね。帰宅した帰宅した。アメさんいらっしゃい。うん。ミワさんいいよね。俺ミワアキヒロ大好きだよ。一回会ってみたいな。ミワアキヒロの伝説聞いたんだけど、すごいらしいよ。ミワアキヒロ生で見た人、すっごい古いクラシックカーに乗ってるんだけど、っていうか、コプセルさんが、子さんリスナーなのが、ちょっと嬉しかった。これは俺とコプセルさんしかわかんない、ちょっとハートのあったかい話だけど。コプセルさんが俺の子さんリスナーなのが今わかったのが、ちょっと嬉しかった。まあいいや。あのね、三輪明宏が古いクラシックカーに乗って、渋谷でブワーって雨が降ってたんだって。で、そのクラシックカーがブワーって道路の脇に止まった瞬間に雨が止んだんだって。そしたら、スラーっとした、こう、バサーっとしたロングコートを、来たね、三輪明宏がガチャって出てきた瞬間に雲の切れ間から三輪明宏に光がふわーって降り注いで、三輪明宏がバサってくるっとターンしてコートがふわって舞ってスタ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 って消えていったんだって。その時に三輪明宏やべえと思ったらしいよ、その女の人は。三輪明宏はマジで持ってるわっていうか、あの人はスピリチュアルだわっていう。すごくない？三輪明宏を渋谷で見るだけでも神々しそうなのに、クラシックカーで雨降ってる中、止まる。雨も止まる。三輪明宏降りる。光がスポットライトが天から差し込む。コートをファサってやって、ターンして、渋谷の街に消えてく。ゴッドだよね。俺このエピソードめっちゃ好きなんだよね。うん。ねえ、その人はもうそれから三輪さんは神だって言ってた。もう会ったことそれしかね、喋ったこともないけど、あの人の信者ができるのがわかるって言ってたね。うん、ゴッドの貫禄。台本はコメント台本ってあるんですか？コメント台本っていうのは聞いたことないですね。どうなんだろう。っていうかね、台本はないっすよ。どちらかっていうとめんどくさがり屋で台本読めないんですよ。台本読めるほど役者ができてないの、俺からすると。配信者って。人間がダメだから。だから即興芸に近いかも。なんか、悪ノリとか、プロレスに近いかな。台本自体はないよ。みんなが考えてるような打ち合わせみたいなものは一切ない。そうじゃなくて、なんか空気の読み合いとか、いたずらの試合みたいな。それで悪ノリが悪ノリを呼んで、で、大体誰かが泣くとか減らるとかで大炎上するっていう。やりすぎると、神回が起こる。台本失敗すると、うん。意外に似てて笑えなかった。俺だって三輪明宏のものは、ね、結構昔からやってるもん。三輪さんではありません。三輪様です。そうね。三輪明宏って、俺の中でだよ、独特のビブラートがあるの。三輪明宏には、三輪明宏にしか出せない、本当に、みたいな。わかる？そうよね？みたいな。抑揚がおかしいよ。ビブラートなのか抑揚なのかのギリギリのラインで声が高くなったり低くなったりするの。それが俺にとっての三輪明宏。うん。柏木はね、放送、俺はね、配信者として若手でほんと才能あるなって思ったのは、配信者としてだよ。石野と柏木。うん。これは、こいつらが本気でやったら俺は勝てないって思ったの、この二人だけ。ただね、ズボラなんだよね、この二人。配信嫌いなんだよね。だから、俺は配信好きだから、奴らに勝ったと思ってる。うん、配信者としては。ワドツ、ユキチとクロミツが和道の彼女を笑ってたって失礼じゃね？なんで俺の彼女を笑ってたの？誰？まず、ユキチとクロミツがどうしたの？ちょっとよくわかんないんだけど。俺の彼女を笑ってたの？なんで？うん、そう、声がずっと震えてんの、宮城宏は。ピカチュウみたいな。三輪明宏っぽかったでしょ。要は言葉を発しなくても三輪明宏はできるんだよ。うん、それが三輪明宏のすごいところなんだ。うん、そうそうそう。要はね、シャンソン歌手ってそういうことなんだよ。
うん。要は普通の言葉が歌に変わるんだよ。いや、宮脇弘が、なんかね、髪型金色のネタでよく引っ張ってたんだけど、なんかなんで髪の色金にしたんですかっていうと、私の前世は、ピカチュウなのっていうね、なんか自虐ネタをよくやってて、それが結構好きだったんだよ。全然面白くねえなと思って。全然面白くねえなと思って。キャラめちゃめちゃ面白いし、言ってることめちゃめちゃ得が高いんだけど、ギャグセンスマジで皆無だな、この人。と思って。そこがね、ツボだったんだよ。やたらピカチュウ押すんだよね。うちの地元、吉田栄作来たよ。ノーマネーでフィニッシュってやと思った。へぇー。いいよね、なんかね。田舎の方に住んでると芸能人来ると騒ぐもんね。俺生で映画してるの見た時感動したもん。映画ちゃんが30分喋って回してたからね。めちゃめちゃ喋れるからね。地方営業をかみってたもん。なんかテレビだと喋れないキャラみたいになってるから、めちゃめちゃ喋れるよ、映画ちゃん。あの、喋り下手なキャラなんだけど、うまいのよ。あの、でってでれで、うおーいとか言って入ってくんだよ。お前らーみたいな感じで入ってくんだけど、30分緩急つけてやりきったからね。ああ、やっぱプロすげえわーと思った。うん。やっぱテレビに、あの、呼ばれるような人って、そう、芸として成り立ってる？そう、下手芸みたいなのもそうだし、その、気違い芸、芸なんだよね。もう芸まで昇華しないと、多分テレビで使えないんだよね。石野とはもうあれから会ってないよ、俺。連絡も取ってないし。うん、会いたいけどね、いつか、うん。じゃあ、すいません。そろそろ終わりにしたいと思います。はい。今日は、ゆっくり休みます。皆さん、ありがとうございました。じゃあね、今日、新しく、リスナーさんになってくれた、フォロワーさんを紹介します。サイさん、フォローありがとう。人間の卵さん、フォローありがとう。南と西野龍さん、フォローありがとう。リカノリさん、フォローありがとう。キュアさん、フォローありがとう。トモさん、フォローありがとう。リロブキシさん、フォローありがとう。メロンパンナさん、フォローありがとう。イノシカチョウさん、フォローありがとう。コッペちゃんフォローありがとう。ペディキュアデッコさんフォローありがとう。コマサンダーさんフォローありがとう。リュウさんフォローありがとう。ですよねさんフォローありがとう。大好きちゃんフォローありがとう。リーさんフォローありがとう。ヒロイヒロさんフォローありがとう。ハジュンさんフォローありがとう。ポアさんフォローありがとう。ニコニコ監視員さんフォローありがとう。ヒロさんフォローありがとうございます。はい、以上です。はい、皆さんお疲れ様です。明日、ぜひね、放送見に来てください。え、ちょっと待って、ノンタン帰っちゃったんだけど。え？ちょっと待って待って、なんだよあの子。超不思議ちゃんなんだけど。帰っちゃったんだけど。いや、のんたん、のんたんとの時間大切にするために俺放送切ろうと思ったのに。え？ちょっと、天然すぎるでしょ。ちょっと待って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 。なんなの？勝手に去って言ったんだけど、私帰るわ、つって。うん、そう。うん、皆さん、楽しんでいってくれてありがとうございます。はい。僕の彼女は超天然なんです。はい。みんな、また会いましょう。また明日。おやすみ。ん？とか言って。お疲れ様です。ごめんね、バタバタして。お疲れ様、みんなありがとう。追いかける、今。ありがとう、お疲れ。お前、コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バッドボタン押してんだよ、もう。